洋楽。チャオ、チャオガールのミカです。今日は9月19日頃発売のチャオデラックス11月号を紹介しちゃいます。イエーイ。今回のチャオデラックス11月号は溺愛したい秋です。この表紙のつむぎちゃんと有馬くんがすごく可愛いですよね。読み切りが29本で776ページも入ったチャオデラックス11月号を早速紹介していきます。まずは本誌大人気連載の番外編から2本紹介します。舞田奈緒先生の大人は分かってくれない番外編です。小芝紬、片思い中の有馬くんと同じタワーマンションに住んでるの。学校がお休みの日も会いたくてエレベーターの前で待ってみたり、マンションをうろうろしてみたりするけどなかなか会えなくて、果たして紬は有馬くんに会うことができるの？チャオ本誌大人気スクールラブがデラックスに初登場。舞田奈緒先生の大人は分かってくれない番外編。休日の紬たちにキュンキュン間違いなし。私の大人は分かってくれない番外編推しポイントは紬ちゃんの天然でけなげなところです。有馬くんをエレベーターで待つところとかがなんかすごいけなげで可愛いなってキュンキュンしちゃいます。休日なのでつむぎちゃんの天然なところがより一層出ててすごい可愛くて応援したくなっちゃいます。ぜひチェックしてみてください。そして川田志乃先生のハローマイベイビーです。小梅、真央、愛の3人は10回まで弾ける熊吉くじで A 賞を狙う。 A 賞の熊吉朝食セットがどうしても欲しいけど、小梅は E 賞のボックスティッシュばかり引いちゃって、欲しい商品ゲットするまで帰れません。熊吉くじ3人が当てたものはなんと、チャオ本誌でも大人気連載中、川田志乃先生のハローマイベイビー番外編、ラブリー元気な愛ちゃんに目が離せない。私のハローマイベイビーの推しポイントは真央と小梅が愛ちゃんのために頑張ってくじを引いているところです。なんかすごい優しさが伝わってきてほっこりするなって思います。あと熊吉のそのそれぞれの景品がすごいなんかいろいろ可愛いなと思って私も欲しくなりました。ぜひチェックしてみてください。そして特集の溺愛したい秋です。やっぱり秋といえば恋の季節ということで本気の恋を描いた特集が満載ですよ。まずはデラックスではすっかりおなじみ八神千歳先生の俺様キングダムデラックスです。野々原奈乃はプロの少女漫画家。今日はみんなでよく当たる占いに行ってきます。野々も黒沢くんのお嫁さんになれるか占ってもらいたい。白馬くんが占い師に言われたことは、人気があって身近にいる K がつくイニシャルの人とキスをする。でまさか黒沢くん、黒沢くんが他の人とキスなんて絶対にダメ。これから一体どうなっちゃうの。ラブ増量キス祭り、八神千歳先生の俺様キングダムデラックス、絶対に見逃せない。私の俺様キングダムデラックスの推しポイントはイニシャル K の存在です。野々の黒沢くんの好きな気持ちがそのやきもちで伝わってきてすごいキュンキュンしちゃいます。 K とは一体誰なのかっていうのがすごい気になってドキドキして見れるお話となってます。ぜひチェックしてみてください。続いては関東カラーで登場、小倉飛鳥先生のヴァンパイアの花嫁です。私、広鈴千佳のクラスに最近転校してきた氷川くんと幼馴染の八雲くんはなんとヴァンパイア。チカは血の代わりにキスで八雲くんにエネルギーをあげているの。ある日ハロウィンのコスプレイベントの司会を八雲くんと氷川くんが頼まれて、チカも手作り衣装コンテストに出ることに。ハロウィンフェスタ当日、チカの出番まであと少しでまさかのハプニング発生。八雲くんのライバル登場でチカの唇狙われまくり、甘く激しく溺愛されるトライアングルラブ。小倉飛鳥先生のヴァンパイアの花嫁、絶対チェックだよ。私のヴァンパイアの花嫁の推しポイントは八雲くんのかっこよさです。ライバルが登場してもう本当に八雲くんのかっこよさがすごい引き立ちます。なんか本当にチカのことを思ってるんだなっていうのがすごく伝わってきてすごいいいです。あとハロウィンなのでやっぱりヴァンパイアっていうのはまあハロウィンって感じじゃないですか。だからすごい本当にキュンキュンしちゃいます。ぜひチェックしてみてください。続いては中島由佳先生のプリンセスは夢を見ないです。
セイラのただ一つの大切な夢は、たくさんの人に感動してもらえる作家になること。それなのに投稿した小説につまらないと書き込みがあり、ショックで椅子から倒れてしまい、目が覚めるとセイラの書いた物語の世界の中にいて、なんと主人公のお姫様になっちゃった。最高ドラマチックラブ、中島由佳先生のプリンセスは夢を見ない。みんなも絶対読んでね。私のプリンセスは夢を見ないの推しポイントは、王子様の優しさです。コメントで傷ついてしまったセイラを優しく励ましてくれる王子様はすごいいい人だなって思いました。王子様の正体にも注目です。ぜひチェックしてみてください。特集以外にも楽しい作品がたくさんあります。まずはセンターカラーで登場、あゆひなた先生の放課後ハロウィンメイトです。ハロウィンはちょっぴり不思議な日、何かが起こる予感がしない？姫宮美代は大のコスプレ好きだけど、友達には本当の自分を隠しているの。放課後誰もいない学校の旧校舎でコスプレを楽しんでいると、大鏡の中に引き込まれ、たどり着いた先はなんとお化けの学校。コスプレだけじゃ物足りない、お化けの学校には夢と出会いがいっぱい。ここに来れば誰もがハッピー&キュート。あゆひなた先生の放課後ハロウィンメイト、みんなもハロウィンには不思議なことが起こるかも。私の放課後ハロウィンメイトの推しポイントは、お化けたちのユニークさです。愉快なお化けたちがミオを歓迎してくれて、すごい面白いなって思いました。ミオが成長していく姿にも注目です。ぜひチェックしてみてください。さらに藤田蓮美先生のルミナリーメイクです。昼中ルミナ、中学2年生。私の大好きは妹ふわりの笑顔。毎日ふわりのヘアセットをして、自分のおしゃれは後回し。ある日ふわりが車にひかれそうになったところを魔法使いのリヒトに助けてもらう。そのお礼に魔法のコスメ、ルミナリースマイルチークを作ることに。だけど最後の材料だけなかなか見つからなくて、不思議な魔法のコスメがあなたの夢叶えます。藤田蓮美先生のルミナリーメイク、みんなもチェックしてね。私のルミナリーメイクの推しポイントは、ふわりとルミナとリヒトのやりとりです。すごい3人が楽しそうに話しているのを見て、すごいほっこりしました。とふわりちゃんの笑顔がもうすんごい可愛くて、もう本当にキュンキュンしちゃいます。あとリヒトのツンデレにも注目です。ぜひチェックしてみてください。どれも面白い作品ばかりですが、私の今回のイチオシはヴァンパイアの花嫁です。あのヤクモくんの出来合いっぷりがライバルの登場によっていつもよりより一層見れたかなと思います。あとハロウィンのコスプレも美男美女って感じで、すごい可愛いなって思いました。本当に素敵な秋恋が盛りだくさん。というわけで776ページたっぷり楽しめるチャオデラックス11月号は9月19日頃発売です。ということで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャオー。